酒井忠次の一生。1527年に三河、松平氏の家臣、酒井忠親の次男として生まれる。松平氏は徳川家康の旧姓、忠次は元服後、家康の父、広忠に仕える。酒井氏の祖は松平氏の祖、近氏の兄弟とされ血縁関係が深く、忠次、家康についても義叔父、義甥となる。23歳の時に竹千代、後の徳川家康が、今川義元の人質として駿府に向かう際に同行し、以降は家康に仕えるようになり、30歳には居城、浮貝城に攻めてきた織田氏家臣、柴田勝家を、激戦の末に敗走させる。多くの書物にその武勇伝が語られている。37歳の時には三河で大規模な一揆が起きてしまう。三河一向一揆、一族の多くは一向一揆に加わったものの、忠次は家康に従った。翌年には吉田城を無血開城させる功績を挙げたことで吉田城主となり、以降の家康の下で起きた戦いでも活躍する。姉川の戦い、三方ヶ原の戦い、長篠の戦い。三方ヶ原では小山田の武士を打ち破り、長篠では長篠城を救出、川久保の武座狙を討ち取るなど戦功を挙げる。これらの活躍により家康からの信頼を得ていた忠次は、56歳の時に空白地帯になった信濃攻略のために派遣される。しかし諏訪頼忠や小笠原貞頼らの離反により失敗する。天正神武の乱の一部以降も家康の下で起きた戦いに参加し、59歳の時には家康の家臣筆頭となる。それまで家臣筆頭、最年長者であった石川数正が出奔したためである。翌年には家中最高位の樹脂池、左衛門守に叙位任官され、後に徳川四天王と呼ばれる家康の側近筆頭にもなっている。62歳で長男、家継に家督を譲る。隠居要因は加齢の他に、眼病でほとんど目が見えなかったからと言われている。以降は京に住み、出家して一里とも名乗る。天下人、豊臣秀吉から屋敷、世話係、在京料が与えられていた。70歳で死去する。正月の飾り、門松の竹が斜めに切られている理由は、三方ヶ原の戦いの際に武田氏から送られてきた挑発的な句を忠次がうまく読み返したからとされている。家康自身が読み返したとも言われている。最後までご視聴ありがとうございました。よかったらコメント、高評価、チャンネル登録をお願いします。それではまた次回。